株式会社ポロロッカは、かつて首都圏及び関西圏においてポロロッカ食品館のブランドでスーパーマーケットを展開していた日本の企業。元はマイカルグループの食品スーパー、株式会社マイカルポロロッカとして大阪府にて設立された。マイカル破綻により、マルエツグループ入り後、2007年12月1日をもってマルエツに吸収合併された。社名。 店名はアマゾン川が大潮の時に逆流を起こすポロロッカ現象に由来する。1995年に神戸に1号店をオープンした。大手スーパーで唯一コンビニエンスストアに進出しなかったマイカルグループがコンビニエンスストアと食品スーパーの融合店舗というコンセプトで開始した業態でマイカルグループの小型店舗の都市型食品スーパーとして展開した。 イオングループのマイバスケットに相当する業態で、他社ではユニーグループのミニピアゴなどがある。1995年に会社構成法を申請し経営破綻となった京都府を拠点する京都構成会を買収し、ポロロッカ京都構成会に解消する。その後急速に店舗を拡大し、1997年末には一同一と二府五県に、 計64店舗を持つまでに成長した。なお、宮城県内の店舗は、1990年代末期に、声優や丸吉フードサービスなどに売却し、撤退している。しかし2001年9月に、マイカルが、経営破綻したため、同年11月に、関東県、関西県のポロロッカ全店舗を丸越に売却する、ことで合意。翌2002年1月に正式に、 マルエツグループ入りし、同年2月には本社を東京へ移転した。その後、マルエツは、小型展示業合理化の一環として、2005年6月10日付で、近畿地区の17店舗を、カラオケ機器販売、100円ショップ、フレット S を展開する、株式会社オンツーに営業場と、関西圏での営業から撤退した。これに伴い、関西の旧ポロロッカ店舗は、 F マートに店名変更して食品スーパーとして営業を継続した。2007年の合併により首都圏の旧ポロロッカ店舗がマルエツへ統合された後もポロロッカ食品館の店名はマルエツの一部門として存続使用されていたが2010年7月から順次マルエツの小型店業態マルエツプチへの店名変更または店舗閉鎖が行われ 同年9月5日の草加清門町店の閉店により、ポロロッカ食品館のブランドは消滅した。ありがとうございます。